上新さんありがとう、本当にありがとう。もうねこの恩はね忘れないですよ。もうねこんな貧乏な僕にミニ GT を1台2台3台新品で3台もね買わせてくれて本当にありがとう。だってもうミニ GT ってさ普段言われるわけですよ、あのミニカーマニアの方が、あの値段の割に出来がいいとかもコスパはね最強とか言われるわけですけど、値段の割にはってもうだってもう1500円か2000円しますからね、ミニ GT 新品でもっとするものもありますしね。だって普段ねそのホットリーのベーシックカーとか、あのトミカのね定番トミカとか、まあ200円だとか400円弱のものをコセ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 コ買ってて、プレミアム版とかでホットウィルで770円家庭価がで、トミカだと800円ぐらいするものをこう考えて考えてこう計算しながら考えて買ってる人間がね、そんなねミニカーに2000円も出せないわけです1台ね。だけどね上新さんね優しいんですよ。あの上新さんでパソコン関連のねものをいろいろ買って結構ポイントがついてて、なおかつねこの時期にねウェブ限定ですが500円の値引き券クーポンくれたんですよ。なので買えたというね、あのこれだけ買って支払い総額1000円じゃない120円140円ぐらいかな、120円か140円ぐらいで手出しはね買えたんですよ、ポイントとクーポン使って。これほんとミニ GT をね3台まとめて買う日が来るなんてね私思わなかったです、大げさですけど。ほんとあのっていうのが、まあ、上新さんで トミカじゃねえや、あのホットウィルの予約も受け付けてて、まあ、どうしようかな、アマゾンにしようかな、上新さんにしようかな、上新さんはあのなんポイントもあるしなとか思いながら見てたらミニ GT 見つけちゃって、ちょっとねこれセールにもなってたんでね買ってみました。なんであのせっかくね届いたんでちょっと皆さんとこ の喜びを共有したいなと思いながら、開封していきます。まずはこれから行こうかね、ミニ GT64 分の1ランボルギーニのアベンタドール SVJ ロッソマーズ、はいこちら、おおかっこよ、いやこれ欲しかったんすよ、真っ赤かっこよ、なんか後ろ寂しいな塗装が、若干塗装が寂しいけどちょっと細かこの辺、ってこの辺ちょっと担保もあるんですけどね、あいやでもちょっと見づらいだけでかなり細かい塗装入ってますね、こんな感じで。いやこれもうあのサンプル写真、商品のサンプル写真見て画像でね見てもかっこいいなと思って、これただねいくらで買ったかわかんないんですよね、あの納品書ついてるんですけど値段が載ってなかったんで、はいこちら真っ赤でかっこよ、いやいいっすね、付け根こんな感じね上から、あいやーこれかっこいいね、いいっすね、真っ赤でいいやね、真っ赤がね深い赤なんですよね、なんだろうシャーザクの赤じゃなくてあのサザビーの赤みたいな、わかるかな、シナンジュか、シナンジュっぽいよね、はい、いやーかっこいい、まあ裏面はねいつも通りな感じですね、いやはは、かっこよ、これ多分新しい、比較的新しい分だよね、はい、これはいいね、めちゃくちゃかっこいい、はい、ランボルギーニアベンタドール SVJ ロッソマーズでした、こちらね。続いてこちら、こちらはこれも新しいのかな、212番、これが198番だから、まあちょっと多少前後すると思うんですけど、比較的新しいやつかな。HKS トヨタ GR スープですね。おお。すごっ。なんだろう、黒がね、黒じゃないんですよね。わかるかな、ガンメタっぽいんですよね。で、HKS めちゃくちゃかっこいい。ホイールがね、ちょっと、プラスチックじゃないんですよ、ちゃんと塗装はしてあるんですけどね、ちょっと安っぽい感じではあるんですけど、まあまあいいっすよ、うわーかっこよ、こいやーこれはいいっすね、
担保のズレなんかもなくて塗装も綺麗ですし、見た感じ細かいですしね。こちら、あーかっこいいね。いいっすね。これまだ全然在庫あると思うんで、よかったらね買ってみてください。これほんと感動しますよ。グローバルタイムアタックはよくわかんない。いやもう HKS カラーっていうだけで、ね、全然もういいっす。かっこいい、ほんとかっこいい。あ、ついでに、そうだ、最近出たトミカのね HKS のホンダシビックタイプ R と比べると、まあ、比べちゃいけないんですけどね、値段で言ったら7倍から8倍違うんですけど、まあね、車種も違うしあれなんですけど、全然もう質感が違う、こう持った感じのこうふはーな感じね。なんか HKS のこうロゴのこう担保の仕方もなんかこう違う気がする。お金に余裕のある方ぜひ買ってみてください。これ本当おすすめです。めっちゃかっこいい、はあ、素晴らしい。で、最後こちらマクラーレンセナ白ですね。でこういうパッケージ入ってるのって大抵香港限定版とかだったりするんですけど、これね定価高いんですよ。2400円ぐらいするのかな、はい、このケースに入ってるんですよね。で、出せるのかなこれ。どうやって開けんのこれ。こうか。はいはいはい。はい、心得た。これさ、2400円ぐらい定価するんですけど、ミニ GT さんって、同じ車種をたくさん出して、で、カラーリング、まあこういったね、カラーとか、で、いろいろこう、出すんですよ。どちらかというとホットイールに近いかな。同じキャストでね、たくさん出るんで、このマクラーレンセナもすごく作りはいいけど、たくさんカラーが出てて、そんなに売れてないのかな。で、これも、なんだろう、香港限定のホワイトなんですけど、まあ、定価2400円なんですけど、もうセールに入れられてて、1200円ぐらいだったから、半額ぐらいで買えたんですよね。なんで、まあ、1台は持っておきたいなと思って、ミニ GT のマクラーレンセナをね。なんで、こちらちょっと選んでみましたけど、かっこいいね。なんで、プレミアムトミカでも出てるんで、もうそんないらないかなと思ったんですけど、これはかっこいいね。トミカ 2種類っていうか、2カラーしかないからね。これはこれで集めたくなっちゃいますね。はい、こんな感じ。フロントもね、しっかりと、まあ、見づらいですけど塗られてますしね。リアウィングこう取れてる不良品のなんか動画とかたくさん見たんですけど、これしっかりくっついてますね、この辺とかね。まあ、限定品っていうだけでいいっす。あとこんなケースもついてるしね。はい、という感じでですね。で3台こんな感じで、なんと新品のね、ミニ GT を3台ね、同時に紹介できる日が来るとは思わなかったですね。中古とかセコハンで買ったわけじゃなくて、ちゃんと新品状態で買ったっていうね、販売店から。はい、まあ、どれがおすすめかって言われたら、どれもおすすめなんですけどね。アベントドールもかっこいいし。まあ、これは正直、2400円出すぐらいだったら、他のカラーを1200円とか、今だとちょっと安い、900円ぐらいで売ってるのかな。買った方がいいかもしれないですし。まあ、HKS かっこいいよね、GR スープラ。まあ、おすすめしたいです。はい、まあまあ、アベンタドールもいろいろカラーあるし、今後も出るだろうから、やっぱこれかな、今、GR スープラの HKS、おそらく在庫あると思うんで、買っといた方がいいかもしれないですね。はい。という感じでした。はい、なかなかね、ミニ GT、もう、紹介する機会がないんですけど、まあ、ちょこちょこね、中古で買ってはいるんで、またね、紹介はしたいと思っておりますので、はい、まあ、普段はね、ホットイレやトミカの紹介もしておりますので、もしよろしければね、チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。はい、今回は以上です。ありがとうございました。